こんばんは、ニュースの時間です。一回言うてみたかった。はい、お疲れ様でございます。今回は実験動画です。ちょっとね、もう冬終わったんで、このカイロ使うことないんでね、このカイロの中身を取り出してペットボトルの中に入れて、これを振っていきたいと、そういうふうに思います。それではですね、早速ですけども実験していきたいと思います。まずはこのカイロをハサミで切って、この中身をですねペットボトルに入れていきます。はい、ではここに、すでに熱いですね。これをちょっと振っていきたいと思います。あ、なんか曇ってきた。あ、熱い。これさっき飲んだやつなんですけどね、こちらのペットボトルすごいくびれてますね。あ、どんどんへっこんでいく。はい、ちょっとね3分ぐらい振ってみたんですけどもね、もうすでに全然違う形になってますね。これはどういう原理かと言いますとですね、これが酸化鉄になるわけですけどもね、その時に酸素がなくなっているらしいです。詳しいことはね、ちょっと他のインターネットの方で調べてください。このペットボトルを開けたらこの形が戻るのか、それを見ていきたいと思います。はい、戻りました、ね、はい、酸素と結びついて徐々に温まっていくんですけども、こちら振ってしまうとすぐに温まって、もう発熱しないようになってしまいました。この酸化鉄の実験なんですけどもね、最後にですね、この化学式なんですけども、鉄と空気中の酸素と水、これが結びつく時に発熱するんですけども、こちらテストに出るかもしれないんでね、これをちょっとアップしておこうと、そういうふうに思いました。最後までご視聴いただきありがとうございました。